番です。本日はようこそお越しくださいました。明日から行われます王位戦第2局の前夜祭ということで、対局を控えるお二人とお越しくださった皆様で、短い時間ではありますが交流ができればと思います。では対局者のお二人はご着席くださいませ。それでは大会にあたり主催者よりご挨拶を申し上げます。はじめに北海道新聞社専務取締役小林徹よりご挨拶を申し上げます。皆様、おばあでございます。北海道新聞社の小林です。伊藤園王位お茶会第65期王位戦を主催する新聞三社連合を代表いたしまして、ご挨拶を申し上げます。本日は藤井聡太王位と渡辺明九段が対局する王位戦七番勝負第2局の前夜祭に、将棋を愛するというたくさんの皆様にお集まりいただきました。心から歓迎を申し上げます。また地元函館市の大泉神市長にも大変お忙しい中お越しいただいております。ありがとうございます。空前の将棋ブームを受けまして、藤井王位と渡辺九段の対局を楽しみに待ち望み、ファンの皆様のご参加を広く募り、本日の前夜祭を開催する運びとなりました。北海道での王位戦で前夜祭を開催するのは2013年以来11年ぶりのことになります。あさって18日の大盤解説会も300人を超す皆様のご参加を予定しております。藤井王位渡辺九段による熱戦の醍醐味を感じていただけましたら幸いです。名古屋での王位戦第1局では、千日手差し直しの激戦の末、藤井王位が先勝しました。ここ函館での第2局で渡辺九段がタイに戻すのか、藤井王位が連勝するのか、明日からの対局がシリーズの流れを決める重要な一局になりそうです。さて、この王位戦を共催していただいております日本将棋連盟は、今年の9月に創立100周年を迎えます。改めてお祝いを申し上げます。連盟の会長を1989年から2002年までの長きにわたって務められたのは、ここ函館ご出身の二上達也先生でした。王位戦が前回函館で開かれた2012年の第53期は、当時の王位が二上先生の弟子で、現在は日本将棋連盟会長の阿部義治先生でした。将棋と縁の深いここ函館で藤井王位と渡辺九段の対局が行われるのは、全国的にも大きな注目を集めております。北海道新聞社は新聞三社連合とともに、全国のファンに喜んでいただける王位戦の運営と報道に注力してまいります。最後になりますが、王位戦全局を通して特別協賛をいただいております伊藤園様、第2局函館大局の地元協賛をいただいております北海道ガスグループ様、そしてこの素晴らしい会場をご提供いただいた特別協力の野口観光グループ様の熱いご支援ご協力に対しまして、心より感謝を申し上げまして、主催者からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、日本将棋連盟理事なめかたひさし九段よりご挨拶を申し上げます。
皆さんお晩でございます。第65期王位戦第2局がこうして皆様を迎えて、歓迎していただいて、そして11年ぶりに前夜祭が行われるということで、はい、ちょっとそんなに空いたが空いてたのか、コロナ禍も相まりましたし、はい、こうしてそしても皆様の熱気がすごく感じられて、先ほどもご両閣から見学に何個で行ったんですけども、もうそこでも熱烈な歓声にびっくりしまして、はい、もう本当にこれはもう街を挙げての、はい、体力になるんだなというふうに強く感じた次第です。はい、以前始まったばかりですが、第1局は期待を裏切らない、はい、大激戦にして指し直しの戦の大激闘で、はい、まあそうですね、この第2局、番勝負、7番勝負は偶数局を制する方が、はい、制すると言われていますので、はい、非常に大きな一番になること必死だなと思います。はい、そうですね、本当長い間こうして将棋から支えられていただいている北海道新聞社様、そしてお医者に特別協賛いただいている東園様、はい、こうして特別協賛の各社の皆様に本当に多大なる感謝の念を申し上げたいと思います。はい、そしてぜひとも明日明後日と、いい将棋皆さん観戦されて、そしてこの素晴らしい函館の街並みを堪能されていかれたら、素晴らしいことだなと思います。はい、そうですね、この両者、藤井王位は函館の街は見えているでしょうかということで、果たして渡辺さんは、渡辺挑戦者は非常に馴染みがあるというか、はい、対局のみならずプライベートも頻繁に見られているということで、とても、はい、この町で指すということには、非常にホーム感があるんじゃないかなと思います。皆様本当にそんな2人の対局を、熱く盛り上げていただければなと思います。はい、ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。変わりまして、開催地でありますここ函館市の市長大泉純様より歓迎のご挨拶を頂戴いたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介をいただきました函館市長の大泉でございます。将棋の八大タイトル戦の一つである伊藤園王位お茶杯第65期王位戦第2局が2012年以来12年ぶりにここ函館で開催されますことに感謝を申し上げます。現在タイトルをお持ちの藤井聡太王位と挑戦される渡辺明九段をはじめ、本対局の関係者の皆様、全国の将棋ファンの皆様、ようこそ函館へお越しくださいました。函館市民とともに心から歓迎を申し上げます。今期の王位戦は先日棋聖戦5連覇により史上最年少で永世称号を獲得された藤井王位にとって2つ目の永世称号がかかるシリーズであります。またこれまでタイトル合計31期を誇り、今回の王位挑戦により22年連続でのタイトル戦登場となる渡辺九段にとりましては、ご自身初の王位戦挑戦であります。
将棋界の頂点に君臨するお二人の対局を市民をはじめ多くの将棋ファンが楽しみにしております。ここ函館は函館山からの夜景や異国情緒あふれる街並み、色川温泉の、素晴らしい、癒し、そして新鮮な、魚介類をはじめとする、グルメなど多くの観光資源があります。大会関係者の皆様、そして前夜祭に各地からお集まりをいただいた皆様には、この機会に函館の魅力をご堪能いただければ幸いでございます。本対局の開催にあたりまして、ご尽力をいただきました主催の北海道新聞社、日本将棋連盟をはじめ関係者の皆様に心から感謝を申し上げますとともに、藤井王位、渡辺九段の明日からの対局が後世に残る素晴らしい熱戦となることをご期待申し上げ、挨拶をさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。大泉市長ありがとうございました。続きまして、本対局の特別協賛者であられます株式会社伊藤園を代表し、株式会社北海道伊藤園代表取締役社長森川博之様よりご挨拶をいただきます。ただいまご紹介賜りました北海道伊藤園森川と申します。まずもって、今日こういった場でですね、ご挨拶の機会をいただけましたことを、まずもってお礼を申したいというふうに思っております。我々、株式会社伊藤園、はですね、日本文化の中心となります、代表となりますですね、緑茶飲料、これの開発、販売、これを携えて、今まで営業活動してきたわけなんですが、これを作りましたからですね、1985年に商品を缶という形で初め発売しました。なかなか最初は売れませんでした。そして1989年にペットボトルに変えて大井お茶という名前に変えたんです。そうしましたら今現在の大井お茶に至るというような状況でございまして、これも一人皆様方のおかげだなと、そういった部分をですね、少しでもお返しするということ、それと日本文化を、どんどん、広め、また維持広めるためにですね、今さまざまなご協力をさせてもらっております。歌舞伎であり、俳句であり、そして、大相撲であり、そしてこの将棋、今一番親しまれている、皆さんに多く親しまれているこの将棋、こちらに関しましても、これから、もう第62回、王位戦から協賛をさせていただいている次第でございます。まあ、王位茶につきましてもですね、今はもう発売から35年経ちましたので、皆様方の生活にもですね、ありがたく浸透が進んでいる、そういう状況でございますけれども、海外におきましても、IT 企業ですね、こちらを中心にですね、頭がさっぱりする、気分がリフレッシュということでですね、クリエイティブサポート飲料としてどんどん広まりつつあります。明日、明後日のですね、王位戦におきましてもですね、このクリエイティブサポートドリンクじゃないですけれども、こういった形でですね、皆様方の機種お二方のですね、少しでも素晴らしい一手につながればなと、そのように思っております。まあ、明日、明後日と勝負の日が迫っているわけなんですけれども、ぜひ大湯茶を飲みながらですね、お二人の市の皆さんにはぜひ、素晴らしい、これまでのですね、王位戦の中でも史上最高の戦いが記録されるようなですね、意味されるような、そういった、対局になればなというふうに思っております。最後になりますけれども、日本、将棋連盟様、そして北海道新聞社様、そして、三者連合様、そして函館市皆様、
そして今日ご参加の皆様方のですね、ますますのこれからのご発展と、そしてご現象を記念いたしまして、短いですが挨拶に返させていただきます。本日はどうもありがとうございます。堀川様ありがとうございました。それでは対局者挨拶に移ります。はじめに藤井聡太王位お願いいたします。皆様こんばんは。本日は伊藤園王位お茶杯第65期王位戦第2局の前夜祭に本当に多くの方にお集まりをいただきましてありがとうございます。また本局を主催していただいております北海道新聞社様、特別協賛の伊藤園様、また故郷さんの北海道ガス様、そして東海聖地である函館市の皆様はじめ関係各位の皆様に厚くお礼を申し上げます。私は函館に来たのは今回が初めてになります。函館は海の幸をはじめ本当に食べ物も非常に美味しいというイメージがありますけれども、まあ、今回の対局にとってもその食事やおやつのメニューを本当にいろいろ用意していただきまして、対局前から調合を先ほどしておりました。またそうですね、歴史的な建物や風情のあるスタイルなども、今回は対局がメインではあるんですけど、まだお機会があれば巡ってみたいなというふうにも思っています。明日から対局となりますが、この2日間の長い戦いとなるので、一手一手読みを入れて皆様に楽しんでいただけるようなご勝利がすればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは次に渡辺明九段にお願いいたします。皆様改めましてこんばんは。本日は伊藤園王位お茶杯王位戦7番勝負第2局の前夜祭に、大勢の方に、ご参加いただきましてありがとうございます。この、函館対局を主催していただいております、北海道新聞社様、また、関係各位の皆様方に、厚く御礼を申し上げます。こちらの函館ではですね、タイトル戦を過去に指したこともあるんですけども、趣味の競馬で結構毎年のように来ておりまして、今回函館対局が決まるにあたっていつぐらいから来てるのかなと思ってちょっと遡ったんですけど、最初に来たのは多分2005、6年あたりに1回来てまして、その後ポツポツ来てたんですけども、最近ですと2016年以降はほぼ毎年来てるという感じでして、いろいろご縁がありまして、こちらで将棋 の指導会なんかもやらせていただいてまして、自分にとっては非常に何て言うんですか、愛着のある土地になりつつあります。毎年のように来させていただいてはいるんですけども、今日先ほど行った五稜郭タワーには実は初めて行きましてというのも、今まで、ちょっと競馬と食べることにしか頭がなくて、タワーとかそういったですね、高尚なものを見る機会がちょっとあんまりそういう頭がなくて、今日初めて来まして、こんなに素晴らしい眺めがあったのになんで今まで来なかったのかなということを思ったりもしたんですけども、この、7番勝負、先日、第1局で開幕しましたけども、非常に、反響の大きい戦いになりまして、自分にとっては残念な結果ではあったんですけども、1年ぶりにタイトル戦に出ることができて、非常に大きな反響をいただいたということで、励みになりましたし、また、明日からの第2局で、頑張っていければと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、花束贈呈に移ります。藤井より渡辺九段、どうぞステージ前へお進みください。